久しぶりだね。模型娘のもち子だよ。作るのはシャーエッセンと玉ねぎを使った焼きそば。お好み焼きソースと青のりの組み合わせはおすすめだね。シャーエッセンと玉ねぎを食べやすい大きさに切ります。最近玉ねぎの値段が高めなのはネックだね。フライパンにオリーブオイルを入れ、塩コショウしたシャーエッセンと玉ねぎを中火で炒めます。うちはよく火を通してるけど、玉ねぎの状態は好みで OK。 たまに半生が好きな人もいるからね。ほぐしたちゃんぽんの麺を加えて炒めます。焼きそばの麺と違うボリューム感が素敵、素敵すぎ。まだ、まだ。弱火にしてお好み焼きソースを加えて仕上げます。うちはお高くのソースを常備。ソースはいつも少なめだよ。まだ、まだ。さらに盛り付け、青のりをトッピングします。これで完成。麺やソースを変えればいろいろなバリエーションが楽しめるんでおすすめだよ。じゃあまたね。